この動画は、PC バナークの漂流生活をダラダラお送りしているものです。キャラの性格が適当な点、過剰な演出が多々あることをご承知おきください。これでいいんですよね。おう、何はともあれ、仲間を増やさないとな。麻酔矢がなくなっちゃった。あ、寝た。最後の一発で言ったな。え？いきなり下ネタから始まったことをお詫びします。下ネタちゃうわ。何言ってんだよ。そのいやらしい黄色は置いといて、ベリーを食べさせればいいんですよね。ええ、パラさんは草食だからね。普通の会話を、そういう方向に持っていくのはいけないと思うんだぜ。確かに日も暮れてきましたけど、行くとか行けないとか連呼しないでください。マリサ、そういうのは酒の席とかでね。お前ら、ああ。ほんの判例ジョークです。マリサはすぐ怒る。離れていても、こうやってテイム状況を確認できるわよ。ふむふむ。ところで、このトロロみたいな名前の恐竜はどうなんです？パラサウロロフスな。おとなしい恐竜で、序盤の荷物持ちって感じだな。いろいろなところでジョバーとして活躍してるわ。ジョバ？プロレスのやられ役の故障を使うんじゃない。一般人にはわからんだろ。はあ。やられ役っていうよりはかっこいいじゃない。ゲーム完了したようです。どこにいるかな？ここら辺は、茂みの背が高すぎてわかりづらいな。いた。これで弟子が増えました。これでおとりを自前で用意できたわね。おとりじゃないです。一緒に切磋琢磨するんです。そうだな。そうなればいいな。あっちの世界のパラさんはね。ということで、ここら辺を新拠点としたいです。バッサリカットしたけど、対岸の島は決め手にかけたな。はい。安全そうではあったんですけど、平地と言い難い地形でしたしね。探索するのに、毎回湖を渡ってからってのはちょっとね。霊夢、ちょっとあれなんですけど。うん。どうしたの？飽きました。疲れました。は？しまった。資源採取量、効率デフォルトのままだった。じゃあ気分転換で森の内陸を探索しましょ。はい。迷わないように湖畔沿いばかりでしたしね。え、いきなり鉄鉱脈あるの？鉄、もしかして、刀が打てるのですか？レベルが上がればね。自ら刀を鍛えたことはないけど、また刀が使えるならやってみせます。あれって、刀じゃなくて西洋の剣じゃね？え、刀じゃなくて、あのやぼったい鉄の棒？で、鉄は今後たくさん使うから、集めないといけないから。そういうことであれば、はい。なんかすごい鳥花ついてきたけど、これは？ああ。は。パラさんなら、やられる前に撃退は厳しいよな。攻撃判定、小さいからね。おちょぼ口すぎ。まあ、周りに肉食恐竜いないし大丈夫だろ。なんなんですか、こいつは。刀、元遺伝子的な石槍の趣味にしてくれよ。ミクロラプトルだな。地上解除に気をつけないとだな。崖から落ちたらシャレにならなかったけど、大丈夫だったね。肉と皮が手に入ったのでよしとします。あら？近場に水晶まであるのね。水晶？何に使うんですか？序盤は望遠鏡が作れるね。必須アイテムだから早速作ってみましょ。熱することもなく、削ることもなくレンズになるなんて驚きです。あ、近づかなくてもレベルがわかるんですね。これは便利です。この世界の触れてはいけない部分に触れかけたぜ。戻ってきて、建築を再開しましたが、どうもしっくりきません。並行して、いろいろやってるからね。最初は豆腐建築でいいんだぜ。迫力楼とまではいきませんが、いつか立派なお屋敷を建ててみたいものです。なら、もっと効率よく資材集めるようにならないとね。そうするにはどうすれば？建築中に、作れるものも増えたし、パラさんで麻酔薬も効率よく作れるようになったし。もっとたくさんの恐竜を仲間にするわよ。なるほど。弟子を増やすんですね。ということで、次回は乱獲しに行きます。今回は、単なる周辺紹介会でしたね。では、また。